ドミートリー・メドベージェフとセルゲイ・フィーリン。2011年9月20日、ボリショイ劇場にて、セルゲイ・フィーリンは、ロシアのバレエダンサー、バレエ指導者である。ボリショイバレエ団の主役級ダンサーとして活躍した後、モスクワ音楽劇場バレエ団の芸術監督を経て2011年3月18日に、ボリショイバレエ団の芸術監督に就任した。モスクワ出身。 バレエを始めたのは9歳の時で、ボリショイバレエ学校で、アレクサンドル・プロコフィエフから指導を受けた。1989年にボリショイバレエ学校を卒業する際、モスクワ音楽劇場バレエ団から入団の誘いを受けた。バレエ学校の当時の校長で名教師として知られた、ソフィア・ゴロフキナに報告したところ、あなたはボリショイバレエ団に行くのですと言われて、ボリショイバレエ団に入団した。 ボリショイバレー団では、ニコライ・シマチョフ、マリーナ・セミオノは、ニコライ・ファジェーチェフの指導を受け、1990年に、プリンシパルに昇格した。アンドレイ・ウバーロフと並んで、フィーリンは豪快な跳躍や素早い連続回転などの力技で観客を圧倒するタイプのダンサーではなく、正確な基礎技術に支えられた、細やかな踊りを特質としていた。そのため、 精地な足さばきなどが要求される19世紀、デンマークの振り付けや、オーギュスト・ブルノンビルの作品を得意とするダンサーとして、批評家から注目された。ブルノンビル作品以外では、ジゼルのアルブレヒトや、ライモンダのジャンド・ブリエンヌ、白鳥の湖のジーク・フリート王子など、ロマンティックバレエや、クラシックバレエの役柄を得意とした。その一方で、ドミートリー・ショスタコービッチ作曲の、 明るい小川では、トゥシューズに、出ュ,ュ姿の、バレリーナ役でコミカルな一面を見せて、好評を得た。ボリショイバレエ団在団中の1988年から、ゴロフキナの指導の下で、ロシア舞台芸術アカデミー振付インスティチュートに入会し、1991年に、教員資格を取得して卒業した。2006年には、ロモソウのフ記念モスクワ国立大学を卒業した。 2008年38歳でダンサー生活に終止符を打ち指導者の道を進むことになった。2008年にモスクワ音楽劇場バレエ団の芸術監督に任命され2011年までその地位を務めた。モスクワ音楽劇場バレエ団芸術監督在任中は毎月中公演を行い新作を一作必ず上演するという目標を立ててその実行に努めたほか 若手ダンサーの積極的な登用や、入り切り案やナチョデアトなど、新しい振付家への作品をレパートリーに導入するなど、バレエ団のレベルアップに取り組んだ。2011年3月18日、前任のユーリー・ブルラカに代わって、ボリショイバレエ団の芸術監督として5年間の契約を結んでいる。フィーリンは数多くの賞を受けている。1994年に、 眠れる森の美女のデジレ王子役でブノワ賞を受賞したのをはじめ、1995年にはイタリアのダンサーダンサーのダンサーオブザイヤー、2002年にバレエ氏のダンスの魂賞、2004年に明るい小川での演技でゴールデンマスク賞、2006年に21世紀のスター賞を受賞した。1996年にはロシア功労芸術家、 2001年にはロシア人民芸術家に選ばれている。ボリショイバレエ団芸術監督就任後、フィーリンはクラシックバレエの名作やユーリー・グリゴロービチなどのソビートバレエの傑作などの他に20世紀後半から21世紀に至るバレエの斬新なレパートリーを上演する方針を打ち出した。ただし、ダンサーの昇進や配役などをめぐって 強引な手法を使ったと伝えられるなど、バレエ団の運営に関して、対立を抱えていた。2012年の年末頃からは、脅迫電話や車のタイヤを切り裂かれるなど、周辺で不審な出来事がたびたび起こっていた。2013年1月17日の深夜、フィーリンは、モスクワ市内にある自宅へ帰宅途中に何者かの襲撃を受けた。自宅付近で顔を覆った人物に襲われたため、 フィーリンは逃げようとしたが、その男は追いかけてきて、顔に共産性の薬品をかけた。フィーリンは顔や角膜に重度の火傷を負った。警察当局はバレエ団運営上のトラブルが原因と見ているが、私生活のトラブルも視野に入れて、刑事事件として捜査を始めた。ボリショイバレエ団の関係者は、この事件に大きな衝撃を受けた。プリマ・バレリーナの一人。 ニーナ・カプツオワは、フィーリン氏は、貧困法制で公明盛大な人だったため、誰からも愛されていたと話し、ボリショイバレー団に所属していた岩田森弘は、自分のブログに悲しくて残念でなりません。彼のツ日でも早い復帰を、心から祈っています。と書いた、ボリショイバレー団の元芸術監督で振付家のアレクセイラ・ラトマンスキーは、今回の事件は、 偉大なる劇場の真の悲劇だ。セリじゃジャよ、すぐに元気になって、非常に乗り切ってくれ。と語っている。フィーリンは角膜に重度の火傷を負っていたため一時は失明の恐れがあったが、ドイツアーヘンの病院で22回の眼科手術と組織移植を受け、その後医師からは一定の視力確保の見通しが示されたという。ボリショイバレー団の芸術監督代行は、かつて同和レー団で、 プリマバレリーナを務めていたガリーナ・ステパネンコが務めることとなった。2013年9月17日、職務に復帰した。その後も治療を続けているが、左目が8割見える状態、右目が指を見分けられる状態に回復したという。2013年3月5日、実行犯、犯行を指示した、ボリショイ・バレーガンのソリストで、元、巡視役級ダンサーのパーベル・ドミトリチェンコ。 運転手役の3人の男が逮捕された。ドミトリチェンコはフィーリンの襲撃を計画したことは認めているが、硫酸をかけるように指示はしていないと供述し、実行犯も硫酸を使ったのは自分の案でドミトリチェンコには伝えていなかったとしている。なお、犯行後、実行犯はドミトリチェンコから5万ルーブルの報酬を受け取っていた。動機については、ドミトリチェンコは 配役が不満だったと述べており、ドミトリチェンコの恋人のダンサーであるアンジェリーナ、ボロンツォワが2012年暮れに、白鳥の湖の主役、オデット美メ役を要望したが、太り気味だったためフィーリンに、鏡を見てみろ。それがオデットかと断られたことが、炎婚の原因ではないかとされている。2013年12月3日、モスクワの裁判所は、ドミトリチェンコに、懲役6年、 実行犯に、懲役10年、運転契約に懲役4年の判決を言い渡した。ニコライの息子アレクセイ・ファジェーチェフもバレエダンサーで、ボリショイバレエ団でダンスウルノーブルとして活躍した。アレクセイ・ラトマンスキーは、2004年から2008年まで、ボリショイバレエ団の芸術監督を務めていた。ユーリー・ブルラカの公認として有力視されていた。 元芸術副監督のゲンナジーヤーニンは、鉄造された歪説写真がばらまかれたことが原因で、ボリショイバレー団を去る事態になっていた。スリザ。セルゲーの愛称。女性がボリショイバレー団のトップに就任するのは、ステパネンコが初である。AB5Z18-1218.032011-2013 年1月26日、閲覧。 a b c d e f g h i j k l ボリショイ、バレー2012年日本公演プログラム48ページ abcdef セルゲイフェリンベイデラドンセ2013年1月26日閲覧 abcdef バレーダンサー201-112ページ abcde スターダンサーセルゲイフェリンビカムズニューボリショイチーフバズリベス ニュースインターベース2013年1月26日、閲覧。ABC 意欲あふれる若き芸術監督、セルゲ・イ・フィーリンのトークショー2010.03、15、チャコットウェーブマガジンダンスキューブインタビューレポート2013年1月26日、閲覧。ABCDEF 第10回世界バレエフェスティバル、公演プログラム、42ページ。 A.B. ロシア国立ボリショイバレー団2006年日本公演、ファラオの娘、NBS 日本舞台芸術振興会ウェブサイト、2013年1月26日、閲覧。A.B. 渡辺、96ページ。ザハーロワ、アレクサンドロワなどによる、ボリショイバレーの魔力2009.01、13、チャコットウェブマガジン、ダンスキューブワールドレポート世界のダンス最前線フロム、 東京2013年1月26日閲覧。ボリショイバレー2008、明るい小川は PR 動画2013年1月26日、閲覧。ABCDEF ボリショイバレー、芸術監督、硫酸かけられ重症恨みが毎日新聞2013年1月26日、閲覧。ボリショイバレーの芸術副監督が辞任。 合成はせつ画像をばらまかれる2013年1月26日、閲覧。ABCDE、読売新聞2013年1月19日付長官、第14番、第38面。ABCD ボーリショイバレー団の監督、男に、 共産性の薬品かけられ大やけど www.fnn-news.com2013 年1月26日閲覧。ab 顔に、酸性液をかけられたフィーリン氏属報キリルルデンコ、ロシアナウ2013年1月26日閲覧。セルゲイフィーリン、岩田森弘オフィシャルブログ、2013年1月26日閲覧。 終分に揺れたボリショイ劇場ロシアナウ2013年9月10日、トップダンサー参考人聴取 A の IKKANSPORTS.com2013 年1月26日閲覧。AT ボリショイ、リグレッツ&、A ニュアポイントバイソフィア・キシコフスキーエレン・バリー、パブリッシュド、ジャニュアリー22万2013座、ニューヨークタイムズ・コム、2013年1月26日、閲覧。 ボリショイに、朗報、フィーリンが、職務復帰を見売り新聞に2013年10月18日、ボリショイ監督襲撃事件で、拘束のソリスト、同期は、グラミアフプブニュース2013年3月7日、ABC ピックアップ、アジア、ボリショイ監督襲撃事件犯人逮捕の衝撃、NHK 解説アーカイブス2013年3月13日、AB ボリショイ監督襲撃事件、 上級ソリストラ3人に、有罪判決 CNN2013 年12月4日、ボリショイ監督襲撃事件、元ダンサーに、懲役6年ロシアアフップブニュース2013年12月3日。ありがとうございます。